非常にこう人種が振り分けられたなっていう人種、うん、なんか1年経ってやっぱりこうやる気のある人間っていうか明確なビジョンを持ってる人はやっぱり迅速にもう本当にこう日々こう寝る暇もないぐらいこう前に前にこう進んで新しいことをトライしてますし逆にこうそういう先が見えないというか見通せない人っていうのは未だにやっぱり被災者っていうくくりからこう抜け出せずにいる。なるほど。なんかそういう二通りの人種にこうくっきり色分けされちゃったんだなっていう感じはしてますよね。やるべきことはね山のようにあるんで、それをことを自分のビジネスにうまくこう取り入れて自分のところの商売をもう拡大していくというか今まで以上に展開していく、うんね、中央の方とかもいろいろ煩雑にいらっしゃってるんで、はい、まあ、そういう方たちとやっぱりつながることで、まあ、商品の販売既存の販売チャンネルを利用させてもらったりとか、はい、まあ、さらに言えば、まあ、新しい今までにないような流通方法を、まあ、これから構築していって、まあ、本当にね早い段階でそういうのを作ってしまわないとどんどん固まっていっちゃう感じですよね。まあ、今のところまだそこら辺流動的なんでそんな流動的なうちに新しいものをどん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 構築していってそこに例えば石巻であれば石巻ブランドを乗せてやっぱりこういう形になる。やっぱり同じ事業主さんでもやっぱ震災前と同じ形で同じ形態でやりたい、そういうスタンスでやられてる方はやっぱどうしてもその足踏みしちゃうというか過去の成功体験に縛られていると、うん、そうそう、こういうような変わっちゃう、うん、状況ではちょっと弱いと、うん、だからもう180度世界が変わったと思うんですよね、うん、はい、もう震災前と震災後では、ね、はい、だからそこら辺のやっぱ認識をやっぱ改めた上で、まあ、改めて自分自身何やんなきゃないんだろうなと何で飯食ってたらいいんだろうなっていうことを、うん、今一度問い直した方がいいと思いますね。津田選挙店の津田君結婚したっていう。そうなんですか。ローカルニュースじゃないですか。昨日婚姻届を提出した。おお、なんと。